九星気学とは、生まれた年月日の旧生と、えと、五行を組み合わせた戦術。方位の吉凶を知るために使われることが多い。旧生術をもとに明治四十二年に、その田慎次郎が気学としてまとめたものと、それ以前の旧生術と合わせて、旧生気学と総称される。青年月日によって定まる旧生と十二子と、方位の吉凶を知りたい日の旧生と十二子をもとに、 占う。旧姓と十二子は、年、月、日、字のそれぞれにあるが、このうち年と月が、運勢に大きく関係するとされる。また、青年によって定まる旧姓を、本命性、生まれ月によって定まる旧姓を月命星という。旧姓は、ある決まった法則で、各方位を巡回することになっており、青年月日によって定まる旧姓と十二子との関係で、 各方位の吉凶を占う。旧姓とは以下を言う。ただし、中国戦術において、旧姓と総称されるものは多岐にわたっており、他の旧姓と区別する必要がある場合は、紫白旧姓と呼ぶ。これはその他気学では否定されたが、旧姓術の古形では三つの白の星である、一白六白八白を大吉とし、九氏を中吉としたことにちなんでいる。なおは、 大凶の星であり、豪王と相対する方位も強とされる。日時の旧星の旧星の循環にはいくつかの遺説があるが、年月の旧星については、その循環のさせ方がほぼ固まっている。年については180年を一つの周期としている。180年の最初の絵とは、講師で、絵との周期である60年を一つのくくりとして、上限、中限、 加減に分けられている。最も近い上元は1864年から始まっており、2008年現在は加減であり、一泊の年である。上限の高子年を一泊として、九子八泊と星についている数字が減るように循環させていく。この数が減る循環のさせ方を影トンと呼んでいる。月の旧星の循環のさせ方は、 年でいう上限公子年の旧生日における正月で、ある日のエトラ月を八白として影逃させる。一年は十二ヶ月であり、十二と九の最小公倍数が三十六であるので、月の旧生の循環は三年を一つの周期としている。対象とする日の定位盤を各方位に対応させ、本命性の相性により、吉凶を判断するが、特に六大強型とされる、教方位がある。 小二冊を含めて七大表方とも言う。なお暗件札、五王札、三派、勝派は、すべての人に、強方位となる。五王札は北西である。なお番は、南が上太陽光天八景、太陽十二子、古太陽光天八景、太陽十二子、羊猿太陽光天八景、太陽十二子、宇太陽光天八景、太陽十二子、辰海太陽光天八景。 なし方位、中央季節、なし対応工程発見、対応十二詞、犬対応工程発見、対応十二詞、鳥対応工程発見、対応十二詞、牛虎対応工程発見、対応十二詞、馬急性と対応する十二詞は、季節であり、方位であり、時刻でもある。例えば白く木星に対応する十二詞は、辰みであるが季節で言えば辰月から水月つまり四月から五月までに、 対応し、方位で言えば南東であり、時刻で言えば、達国から見時つまり午前7時から11時までに対応している。ありがとうございます。